こんにちは、ナールスチャンネル動画ナビゲーターの中川優子です。このコーナーでは私中川優子が理系女の視点から美容に関するさまざまな疑問点を解明したり、話題の美肌アイテムを実際に使った感想などをお届けしていきたいと思います。さて、今回のテーマはビタミン C エチルは美白効果が高い水溶性ビタミン C 誘導体について、ナールスの富本社長にお話を伺っていきます。はい、ビタミン C 誘導体ね、聞きますよね。で、まあ数々ナールスチャンネルでもいろいろビタミン C 誘導体についてはね、上がってると思うので、そちらも見ていただいたら勉強になるんですが、今回まあとりあえずおさらいとして、はい、ビタミン C 誘導体の誘導体って何ぞやから、ちょっと簡単にねおさらいしていきたいと思います。お願いします。はい、まあビタミン C はですね、はい、そのままだとこう安定性が低くって、はい、お化粧品とかに入れるには使いにくいんですね。うん、はい、でまあ、そういった性質があるので、少しだけこう化学的にというか、はい、まあ、形をちょっと変えて、使いやすくする、いわゆる安定性を高めて化粧品に入れやすくしたものが誘導体ですね。はい、これはビタミン C に限らず、さまざまなもの成分でその安定性低いものに、はい、ちょっと化学的に修飾して誘導体にするというのは今よく行われてます。はい、で水溶性ビタミン C の特徴ですよね。はい、うん、まあ水溶性って書いてある通りなんで、うん、はい、水に溶けやすいですね。はい、まあ、これもともとビタミン C っていうのは水に溶けやすい性質なんで、はい、まあ、本来の性質を持っているっていうことですね。で今日、まあ、VC エチルのお話なんですけども、はい、他にもいくつか種類があって、例えば、まあ、アスコルビルリン酸、うん、ナトリウムとか代表的なものがあったり、他にもいくつか種類はあります。はい、はい、ありがとうございます。水溶性ビタミン C 誘導体、これ働きだったりとか、はい、ちょっと実際メリット、どんなメリットがあるのかなっていうところ。そうですね、はい、これはまあよくご存知の方もたくさんねいらっしゃると思うんですけども、はい、一つは美白効果ですよね。はい、これメラニンを抑えたりとか、はい、できてしまったメラニンを還元といって少し薄くする作用とか、はい、それから酸化を防ぐ働きですね。はい、それから皮脂をコントロールして、まあ、毛穴、うん、の悩みを解決、まあ、改善というかね、はい、少し良くしてあげるとか、うん、あとエイジングケアにとって大切なコラーゲンですよね。はい、これを増やす働きがありますね。うん、素敵な働きが、そうですね、すごく、はい、おりますが、先ほども出てましたビタミン C エチル、 VC エチルですよね。はい、それはどんなビタミン C なんでしょうか。そうですね、まあ、全成分表示って言って、はい、まあ、化粧品のパッケージとかに書いてる時は、うん、うん、はい、3O エチルアスコルビン酸って書いてます。はい、でこういうこの表記が出てきたら、はい、まあ、VC エチルあるいはビタミン C エチルと思うもんですね。うん、はい、で、まあ、なかなか優れたビタミン C 誘導体で、はい、速効性が高い、うん、それから持続性が高い、はい、安定性が高い、はい、浸透性が高いっていうですね、はい、結構その水溶性のビタミン C 誘導体の中では非常に優れた性質があるんじゃないかなと思います。じゃあもうその全焼表示で3、そうですね、美容クリニックなんかでも多分比較的よく使われる、うん、なるほど、はい、だと思います。ちょっと長い名前を見つけたら VC エチルだと。そうですね、はい、VC エチルっていう言い方をしてる方が多いですね。なかなかこの長い読み方は誰もできないんで、はい、30みたいな感じですね。はい、はい、さてその VC エチルなんですが、どんな特徴があるんでしょうか。はい、まあ、こういったまあ性質あるんですけども、はい、まあちょっと難しい話になっちゃうんですけども、はい、その普通ビタミン C 誘導体っていうのは、うん、その体内の酵素の働きで、はい、ビタミン C に戻って効果を発揮するんで、うん、そこは本当は時間かかるんですね。はいはい、だけどこのビタミン C エチルっていうのが、うん、酵素反応なしで皮膚の中でビタミン C に戻るので、あ、まあ、これが速効性 の、 源になってるっていうことですね。うん、はい、それからまあ、これも戻ビタミン C に戻った時に単位あたりの、はい、そのビタミン C の量が非常に多い、でこれも効果が高い理由の一つですね。はい、でもう一つですね、特徴的なことがあって、はい、日焼けあるじゃないですか。はい、うんうん、で日焼けはまあ早い日焼けというか、すぐに赤くなるのがサンバーンですよね。で少しこう1日とか時間を置いてなる方の日焼け、黒くなる日焼けですね。はい、それサンタンって言うんですけども、はい、このサンタンを防ぐ働きもあるっていうふうに言われてます。素晴らしい。はい、うん、
なんかやっぱりまあ、美白、私たち気になるけれどもね、はい、美白っていう点では効果が高いっていう VCHM なんですが、はい、美白以外で効果っていうのっていうところも含め美白と、はい、まあ、そのあたりをちょっと教えていただいていいですかね。そうですね、まあ、さっき一番最初のタイトルでもね、うん、お話しした美白効果が高いっていうことで、はい、もちろん医薬部外品として、うん、美白を、はい、まあ、効能効果を取ってる成分です、はい、でさっき言ったように、まあ、ビタミン C 誘導体は、まあ、どんなものでもですね、はい、メラニンを還元するっていう働きと、うん、メラミンを作るのを抑えるっていう2つの働きがあるんですけども、はい、それに加えて、まあ、これ少しややこしい表現になるんですけども、うん、メラニン単量体の重合を抑制するっていうちょっと何のこっちゃみたいな話なんですけども、はい、要は紫外線がですね、はい、もともとメラニンって色がついてないんですけども、一つでそれをこう、はい、まあ、重ねるというかして、はい、まあ、メラニン、黒いメラニンにやっていくんですけど、そこを抑える働きがあるって言われてるんで、はい、普通のビタミン C 誘導体は、まあ、2つのアプローチで、はい、美白が効果あるんですけども、この VCHL の方は、はい、まあ、3つのアプローチができるので、まあ、他のものに比べて美白効果が高いというふうに言われています。美白以外はそ、まあ、ここはですね、うん、コラーゲンの酸性を促進というか増やすので、はい、まあ、シワの予防であったりとか、まあ、たるみケアとか、うん、ほうれい線といった、はい、そういったエイジングサインをまあ予防する、はい、まあ、なかなかね深くなると改善するっていうところまでは言えないですし、化粧品なんですけども、はい、まあ、予防的には使えるという、うん、まあ、でもね、日々のケアは、ね、ね、大切ですもんね、はい。で今いいことをねこう聞きましたが、反対にデメリットってあるんですか？はい、そうですね、うん、まあ、やっぱりビタミン C なので、はい、刺激はあります、はい、まあ、ただまあビタミン C 全体の中ではそれほど強くないんですけども、うん、なるほど、はい、でまあ、その結果乾燥肌をまあ助長するというか、はい、少し進ましてしまうとか、はい、やっぱり高濃度だと敏感肌の方とか、うん、まあ、バリア機能弱っている方は使えないこともあるので、はい、まあ、どうしてもそのビタミン C 特有のデメリットっていうのは同じようにありますね。なるほど、万能ではないということですね、うん、まあ、その時々の肌だったりね、その人の肌そうです、ね、っていうところで、はいはい、デメリットもあるので、はい、まあ、ただいいビタミン C、はい、という状態だと思います。はい、それではではでは一番ねちょっと私も気になるんですが、ナールスのエイジングケア化粧品の中でこちら入ってるものはどんな、はい、まあ、1種類なんですけども、はい、まあ、ナールスのエイジングケア化粧品、ここねスライドでもお示ししてる通り、はい、たくさんビタミン C 誘導体を入れてるんですけども、うん、はい、この VCHL を入れてるのは今ナールスネオですね、はい、はい、ネオを私はじゃあ書いたらそう熱く塗りたぐろはい、まあ、ナールスではこれAPPS っていう、はい、まあ、これアプレシエとも呼ばれてる良心媒性のビタミン C 誘導体2種類入ってます、はい、だからピュアとピュアは3種類、うん、からネオは2種類入れてますね、はいはい、いや夏場に嬉しいですね、これからの季節やっぱり、ね、そうですね、まあ、化粧品だけじゃなくて、うん、その食べ物で取ったりとかね、はい、サプリメントで取るっていうことは、うん、まあ、健康にとっても非常に、ね、いいことなんじゃないかなと思います、はい。今日は水溶性ビタミン C 誘導体 BCHL などについてお話を伺いました。この動画が勉強になったなと思われる方はぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、それでは本日もためになるね、ビタミンについて富本社長ありがとうございました、はい、ありがとうございました。